回またしばらく最近は大丈夫だったけど、なんか知らん間に OBS が固まっていた。ちょっと取り直した。最後どの辺まで出てきて、まあ基本単純作業だったんでそんなに問題ないと思いたい。はい、ちょっと一回トイレ行ってきます。つけたばっかり、つけ直したばっかりで悪いが。はい、帰ってきました。今度は止まらないように乗りながら。で、なんだっけ。石が、そう、石が使い切っちゃったから、家の中にあるかな。あとちょっとなんだが。ストーンはありますか？ありますか？ありますか？なんとも言えないよ。なんとも言えない量だ。なんとも言えないよ。まあ、使っていくか。いきなりここからよりは素直にしたから。素直にしたから。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいせ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 、お、よいしょ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 、人生。おいおい。しょうがない。激しく横移動。酔っちゃう。酔っちゃうぜ。酔っちゃうぜ。プレイしてて余分だから。見てる人はより酔っちゃうぜ。気をつけて。ちょっとずつ、あんまり、一回一回、ちょっと一瞬止まる。一瞬止まるを意識して、酔わないように。うちにある在庫だけでなんとかなりそう、なんとかなりそうなんで助かったね。ああ助かる助かる、ああ助かる助かる。おい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 、これでよし、これでよし、郎くん、よしろうくんな感じがするね。はい、これでよしにして。目がかゆい、目がかゆいんちゃう。これで待ってよ。石が多い、石が多い。
いいや、これぐらいなら持ってていいか。で、今からやりたいのは、よいしょ、して、こうして、今からやりたいのは、水流エレベーター、エレベーターを作りたい。エレベーターを作りたくて、はい、ちょっと待って、足場崩すか。足場崩す。で、ここにもある、ここにもあるから、これも出して。しようかな。こっちが、全部ある。ここが、上まで続く。水流になるから、ここは何も置かない。何も置かないなら、ここ、こっち側こそ、こっち側こそこうして、で、石のスイッチをたくさん作る。たくさん作って。石のスイッチを置いていきたいぜ。で、どこまで？どこまで、どこまで？どうしようかな。それか、も立てちゃって、立てるだけ立てて、まず、はい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 、置きながら、置きながら下がっていけばいい。別にそんなにいらないって話ではある。あれなんだよ。上の方は、上の方は、まあいいか。全部つけたか、つけて揃えた方が良かでしょう。そしたら隣のいらんかった、いらんかったって話になっちゃう。どこまで欲しい？これが一番上。ここまである。とりあえずここまであれだけど、目印こうでこっちを目印にして、また積んでって上から、違うな、これはこれはこっちの下まで欲しい。ここまで、ここまで欲しい。ここまで欲しいやつがあるから、ここまで欲しい。1、2、3、4、5、これで、これで水はここまで来る、水はここまで来るわ。そしたらこっちはあるか。ここは隣にこれがあるから、どこまであればいい？どこまで来ればいい？ここまであればいい。ここまであればいいから、これつけて、20。ちょっと引っかかる。頭が引っかかる。寝たいぜ、おやすみなさい。おやすみなさいからの、よいしょ。おい。水流、ここはもう塞いじゃっていい。塞いじゃって。
これさ、どこだ？この辺？この辺が。この辺にあれじゃない。この辺にあれがあれしてない。君みんな動くと、距離が重いから、どの辺だ？これ、板、あった。ちょっと遅らせっか。ちょっと、2段階ぐらい遅らせてどうなる？変わんない。そんな変わんない。別に変わんない。何も変わんなそうなので。このままに。余計なことせん方が。余計なこと、グローストーン。いや、待ってよ。クードゥが空いてる。クードゥが空いてる。クードゥが空いてるんで。よいしょ。はい。はい。これで、よし。それで、よいしょ。これで、やっぱここ手前埋めた方が、手前を一回埋めた方が、安心安全な気がする。待って、これ見に行くか。あっちを見に行く。はい、こっち。おい。どうなってる？まあ、アカシアのドアが欲しい。まあ、貫通板はよし。上が、あっ！クリア池蔵から空を飛べる。ドアのところっていうか、あれか、水がないところは階段で天井を作る。貫圧バーン、そんなに難しいことで、スイッチもつける。スイッチも天井に水が溢れないようにつける。そういう感じになった。ここはクードゥ。そんな感じだね。そんな感じ、こんな感じ。大体わかった。よいしょ。よいしょ。クモの巣はハサミを使って回収できます。はい。で、そうなると階段が欲しい。階段どこに置いたっけ？これは一番下。階段を余ってるね。いいね。余ってるよ。下から行くか、素直に下から行ったろかい。よいしょ。あ、まあ、とりあえず一回石で埋め太郎をして、この2箇所が、こっちは、この2箇所がこう、おい。で、下は、キャナツ板をつける。キャナツ板をつけるからいい。で、ここは、ここだけ、よいしょ。キャナツ板、ここは、はい。はい。こうやって下は貫圧板をつける。下は貫圧板をつけるから、これで。下はキャナッツ板で、これは2個。1個じゃない。待ってよ。ここはあれか。3つスイッチ。スイッチが1個だけ。余ってしまった。これで。
管轄番、管轄番も作っちゃう。管轄番を資産12。管轄番作ってくれない。管轄番1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で12。はい。管轄番を。はい。いや、これぜ。管轄番を4つ。やって、やって、やって。よいしょ。ほい、ほい。そう。指詰めるやつどこ置いた？上の階。指詰めるやつあの辺にある。いるね。指詰めカッター組んで、ハーフ。ハーフ、そもそも余ってない、家の中に。おハーフ。おハーフ1個。1個あれば足りるからね。余りがあるんだら、それに越したことは、お、いいね。あるね。1個あるんで、これ使って。よいしょ。よっ。ハーフ、とりあえず持つだけ持つか。持ってるだけ持ってるして。よいしょ。これはとりあえず、この辺でよか。別。そしたら、アカシイヤのドアを作るから、ドアを作るか。アカシイヤが原木6個、1本切ればとりあえず足りるか。アカシイヤさん、はい。よいしょ。1本、ありゃいい。とりあえず1本あれば足りるため。よいしょ。よし。おー、立派。ゴリッパー。シーバー。よいしょ。葉っぱは落とす。落としてもいいや。この距離なら勝手にあれするはず。よいしょ。おい。どこにある？アカシア。でも12個だから、結局あれなんだよ。余る。おい。6で3。1、2。こんぐらい。おい。13。1枚余る。1枚余るんだな、これが。この辺を一回引っ込める。スイッチを持って。ほい。内側から。内側からだと、あれじゃない。アンツマンちょっと先に置いた方がいいが。こっちでいい。こっちでいい。そっちじゃない。どうなる？違いがなぜ？まあ、多い。理想的な向き。ちょっと弾圧板を一回、後にすっか。なんかガチャガチャうるさそうなんで。こうで、こう。一発でいけた。あ、そこに置かない。いや、開けっぱで。こう。一発、おいいね。一発でいけると気分がいい。これせ。いいね。これで、水を、なんか、落ちてる。はい。はい。これで、よいしょ。これで、よっこらせ。とりあえず水を垂らす。昆布。昆布ある。昆布、この辺。昆布。ナイス昆布して。ソウルサンドを3つ。皆さん。一番下に、ここは絶対水が欲しい。よいしょ。低い方から行くんじゃ。
ジャブ。ジャブ、ジャブ、ジャブ。ストレート。これで、2箇所同時に来た。2箇所同時に来たのが、これで、こっちだけ1回突造して、ボルゼして、踏んでくりゃいい、すぐ近くに水源がある。これ今度この辺から垂らす。この辺から垂らして、よいしょ。これで一番下まで進んして。そこじゃない。あ、なくなっちゃった、ソウルサンド。ソウルサンドなくなっちゃったよ。うおー、なこれ。寝るぜ、この辺で。この辺で寝るぜ、珍しく。ベッドから離れすぎ。はい、おやすみ。おやすみして。やっぱりですね、クモさん、こちらへ、倒したぜ。すごい。苗木いっぱい。黒炭の時はこんなに落ちなかったが、苗木あふれて。やっぱりですね、こっち。これで、水を汲んで、ソウルサンド1個なくなった。多めに持っていればよか。ドブにして、なくなってはない。で、上の階になってる。こっちだ。こっちをこうして。よいしょ。あとこっち、一番こっちか。一番こっち、こっから、あれして。開花を、息継ぎして、待って、息継ぎ、よいしょ。これで、積んでて、そんなに深くないから、もうこれでもなんとかなるっしょ。いいね。シューブ。こいつで。はい。これで、ビャッとすると、ビャッといける。ナイス。地上まで一飛び。これであと蓋する。これ蓋したい、ね。確か、それも試作品を待って。あのおじさん、ダブルブラウンリアマン。ダブルブラウンラマで、おじさんは火薬は売ってない。火薬なんで用がない。よいしょ。でしょ、ダブルブラウンラーマンで、シュッ。これどうしようかな。これでハーフ置けばいい。ハーフ置いた方が若干、いちいちジャンプしなくて、シュッと、好きな、行ったり来たりだぜ、好きな回。シュッ。快適だぜ、して一回、セーブして終了。こっちに蓋も、蓋もあれだよ。ファントムの被膜を使って修復できます。できます。はい。同じような場所。どっちになろうと。わからん。あった。そう、これ。こういう風に作りたい。で、入るとき、こうやって、はい。降りるときに、ボタンを押してから入れば勝手に閉まる。勝手にではないが、閉まった状態なの、ね。この方が見栄えがよろしいでしょう。これなんだっけ？頭皮のトラップドア。はい。頭皮のトラップドア。よっこいせ。狼のエンゴルム、クリーパーに対して好気配、亀の赤ちゃんが成長した音。はい。
オーラのかけら。頭皮のトラップドア。頭皮のトラップドアはあるかな？なさそうだね。作るから。3枚あげる。4枚。1余る。1余るんだぜ。モンテなんだぜ。これで、これどうしよっかな。これはカシの木、カシの木、カシの木で打ってあるが、よいしょ、よいしょ、よいしょ、これで、よいしょ、入り口、蓋付きだぜ、落下の心配もない。しよっかな。こっちが全部黒炭で作る、全部黒炭で作るか、カシの木のフェンスなくはない。オークフェンスなくはない、なくはない、なくもない。こうって話だよね。ちょっとやっぱ暗い色の方が良さげな感じはする。ダークオークのフェンス全然ない、全然ないぞ。4つある。ダークオーク内蔵組んだね。よいしょ。ダークオーク、それこそこの辺に入ってない。ダークオークあるんで、これで一つ。何個欲しい？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 全部で10個。おう、あ、なくなった。はい、1個余る。劇的に1個余る。よいしょ。あれ、はい、あ、もう余ってしまったぜ。よいしょ。どう？まあこの方がするか。頭皮で揃えるっていう手もある。形だけ決めて、あんまり細かいところまで詰めてなかった。当時のフェンス1個。あんまりフェンス気が進まないが作るか。頭皮フェンス10個。3個作ればいい、これは。3個作ったら綺麗に10個。いい、よかったよかった。はい。頭皮フェンスだとどうござんしょう。頭皮フェンス、色は合ってるから、これでよしにすっか。ダークオークだとちょっと主張強かったよ。しよっかな。ウガンダ木材、赤とか青。緑のウガンダ木材、悪くなさげじゃない。おう。触っちゃったぜ、緑のウガンダ木材。どっちにしかない。全部使い切ってしまった、ひょっとして。私、全部使い切ってしまった。使い切ってしまった臭い。育てるか、しゃあなし。しゃあなし。どっかに、古墳あるでしょ。古墳、こういう時に欲しくなる。欲しくなっちゃおう。よいしょ。育たない。なんか良くない。高さ、多分高さじゃなくて、あれだ、下が緑じゃない、下も緑じゃないとダメとか、そういう感じ、もしかして。かもしれない。下も緑に合わせないと、育たない説ある。よいしょ。これはあるか。ウルファーシから
そうそうだ、ね、下も緑じゃないとダメだ。ちょっとあればいい、ちょっとあればいいんで、まあ、これ1本でいいでしょう。ライト、ちょっとライト出て、ちょっとライト出て、はい、んー、こいせんーと、とりあえず作る、とりあえず作るんなら作業台はこっち。荷物がいっぱい、荷物がごちゃついている。一回片付けるか。いらんもん、いらんもん適当に放り込む。多くのフェンス、多くのフェンスは使わない。この辺もちょっと待って、ごちゃついてる、ごちゃっとごちゃっと。これがもう、これももう、これちょっと、お前あれ一回さ、上の階に上の階で、あう、ちょっと引っかかる、ちょっと引っかかるとこうなっちゃう。上の階のここにインすると勝手に下の階のコンポスターに入る。ですね。それでフェンスを作る、フェンス作ろうだね。フェンス9、もう一個欲しい、もう一個欲しいんで、6、やりすぎた、やりすぎた。はい、雨降ってきちゃったね。雨天結構なんだぜ。現場作業はマインクラフトの世界ではな、現実だったら危なすぎて中止もありえる。暗いとちょっと、意外ときつい色してんね君ね。意外と色がきつい、意外と色がきつい。これだったら赤の方があれ、赤いの、おいおい、赤いの作っていく。フェンス、あれ、作業台に触れてない。9、はい、もう、暗いぜ、暗いと印象が結構違うんだよ。まだ夜ではない、全然夜ではない。もうちょいで夜だと、ちょっと待つか。明るいと暗いのとじゃ若干印象変わるからな。寝れた、いいね。寝れたビーズからの、晴れろ、晴れた。やっぱ結構見た目きつい、色がきついんだよな。きついぜ。意外とこいつら色が暗いな、もうちょい明るい感じかと思っていたが、そんなことはなかった。どう、赤はでもさっきよりは目立たない。どうしようかな。でもなんかちょっとドクロクシーじゃ、頭皮ぐらいがやっぱちょうどいい、頭皮ぐらいが色合いがちょうどいい。全部試した結果、頭皮で OK という話に相まりました。よし。これよし。これちょっと待ってよ。よっこいせ。はい、これで終わるかな。配信途中で切れちゃったのも気になるし。一応完成、完成したはしたね。おい、おかぼちゃの畑に置いたいときだから、ガチャシュッ、サトウキビまで行きたいときはこう、いいね、でシュッシュッと、うわ、いいね。ナイス構造物。いいね。あとまだごっつんこする。ごっつんこ、見えねえ。
どっちもこだぜ。見えねえ。おう、コート、マイコート。チケ、チケんだよ、顔がよ。顔がチケぜ。近いぜ、近いぜ。ルイ、アップ、アップ。はい。よいしょ。これで完成で良さそうですね。はい。そんなこんなで一応、畑部分は無事、完成だ。イエイ、ナイス。ナイス、畑。お、そう、生えてんね。生えてる、生えてる。はい。せっかくだから収穫してみっか。だいたい真ん中に集まる。だいたい真ん中に、多少は隅っこに。普通の畑はこれであれなんだよな。どうせ植えるときに全体回るからいいけど、ネザーウォーターちょっとまあこんぐらいなら全然許容範囲内でしょ。いっぱいになっちゃったなら植えながら回収することによって、植えながら回収することによって植えながら回収できるっちゃ。まだいっぱい。もういっぱい。いっぱいいっぱい。よいしょ。あ、乗っかってしまった。はい。これで生産効率爆上がり間違いなし。最強の畑を手に入れた。えいせ。収穫するときに勝手にやってくれるだけで、どっちか片方で収穫だけでも自動でできると相当効率違うから、これはすごい。世紀の大発明だ。世紀の大発明と言っても過言ではない。とりあえず引っ込みに行く。よいしょ。よし、これで。よっこいせ。実はこのおじさんたち、おじさん軍団も地下に引っ越したい。そういう計画がある。この初期の佐藤君の奥のこの謎のスペース。ここにおじさんたちを移住させたい。移住計画がある。なんで次回以降は、ここをやっていこうと思います。はい。次回、地下収容所編。はい。ご期待ください。ここまでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。